胃がんで死亡した男性の角膜が角膜ヘルペスを患う妻に移植手術のため提供されました臓器移植法の改正で親族に優先提供が認められるようになって初めてのケースです日本アイバンク協会によりますと角膜を提供したのは昨日胃がんで死亡した50代の男性です 男性は生前親族に角膜を提供する意思を示しアイバンクに登録していたことから摘出された角膜は角膜ヘルペスを患う妻に提供されました親子や配偶者に限った親族間の優先提供は臓器移植法の改正で認められ今回が初めてのケースです